Welcome to シュウチャンネル。どうも、シュウです。ガンダムジオラマフロント。いきますよ。フロントカーをそろそろレベル上げたいなと思っております。おお、これはバランスすごく気持ちいい、綺麗な本拠地ですね。ラゴーが来ましたよ。生産を優先的に狙うということで。僕に行かせてください。まあこれだったら大丈夫だろうということで、はい、ガンダムを作りたいね。バルザフェルド、ラゴ、出る。ルナマリアホーク、行きます。まあこんな感じかな。戦闘区域に入るわね。なんとかなると思うんす。思うんす。綺麗だね。すごく綺麗。こういうの、性格が出ますよね。私、雑多なんだ。雑多ってなんだ。さて、どうしましょうかね。割とやりづらいと思うんですよね。こういう、整った感じっていうのは。あんなとこに一匹だけ出ちゃった。隊長機ね。こいつジオンの新型モビルアーマーなのか。僕が一番うまくこの機体を使えるんだとか言いながら死んでますけど。まあ問題なしですな。よし、行くわよ。ああ外した。使いづらいね。あ、まだあんの。あ、ここにいた。え、全員が落ちないと光栄が仕事できますね。どっかのゲームと一緒ですな。任務完了ね。あ、それいい加減5機出したいんですけど、5機とか6機とか。6機にはならないのかな。まあ、硬すぎるもんな。これは入り込めば勝ちなパターンですかね。火力が低いんですよね、ヘビーアームズはね。まあいっか。ね、ヘビーアームズでいきますか。あ、違う、ヘビーアームズでいこうか。ガナーザックでいこうか。準備はできている。結構この3機安定しますね。軽くあるしね。まあ、このトーラスキングダム仕様も割といいんですよ。けど足の速さの話、まあこいつはありだと思いますよ。レベルね、16機出せるしね。こっちでもやっぱ少ないです。12スペースタートなんで。あしたら早く次のもう一機2200か。早く欲しいね。
3000だからね。いいだろう。この機体は気に入っている。気に入っている。セーフィスだこの声。ここ穴開いてるよ。さあどこに穴開くかなーって感じですね。こっちやね。この辺を斧を潰したい。まあこれでとりあえず。この辺をこっち来た。なんでここにあのアストレイをとりあえず。やっぱ入れるよねここね。入らしよう。戦闘記録00は記録者名トロワと名乗っておく。やっぱ入れちゃうね。穴開いてんな。ドーン、穴も開くぜって。安定ですな。あとお金をゲットするだけだ。他にね。ここは泣いてるなって。任務を完了した。撤収する。撤収するんかい。俺の自爆手法、こうなった以上全てを破壊する。イエイ。いやいや、ヘビーエム超使いやすい。自爆装置が無駄になったな。非常に使いやすいですね。攻撃力は HP の攻撃あんま上がんないんですけどね。ボーナスエリア早くも出た。ああこのタイプね。ザク痛快とか強そうじゃね。能力みたい。シャーザク2、シャーザクはもうなんかうん、ちょっと時代遅れ的な。ここはエールストライクなんですよね。ここはね正直厳しいよ。全部は無理だ。ただ本拠地だけ壊すっていう。だからこれ待って待って待って、ほら拾っちゃおう。このとこは5だって。そうこの人のを見たんですよ。この資源は守る徹底的になみたいな。新しい任務か。ここでザク通貨ちょっと呼ぶか。同盟詳細。ここから先は真面目に行かないと。あ、やべ、トロワじゃ。失敗した。さあ、ここに入り口を作るために。こんな感じかな。
それでも、それでも僕は。ルナ・マリア・ホーク、ザック、行きます。はい、行け。張り込みさえ進めれば、相手と相性がいいわ。それで勝ちになるからね。どうも優秀だわ。援軍今さら？じゃあ1分半とか行くかね。うまくいってる？任務完了ね。まあけど結局取られちゃってますけどね。期待数プラス1にならんの？ね、資源を守るのが目的でしたけど、守りきれてないよね。一個だけ上にある。これまた綺麗な感じですね。1234、ここがで、砲台こっちから、いい感じに綺麗に並んでますね。エースはいないんだ。肉眼？範囲小はね、あんまやってならない。範囲大だったら。コーヒーがうまいと気分がいい。さあ、戦争をしに行くぞ。ここもヘルプが欲しい気はする。ローガン13。こっちも見ましょうか。これまたすごいね。なんかのゲームみたい。ゲームなんですけど、あのゲームのなんか、拠点みたいな感じですね。これこっちから来ることを想定してますけど、裏からも来るんですけどね。こっから裏から来られたら、まあだけどどうでしょうね。壊せ壊せば勝ちにはなるんでね。なんかのゲーム、昔のゲームを思い出します。これ俺は物心ついた時から戦場にいる名もない兵士だ。名もない兵士だ。行くか。了解した。出撃する。まあこっちからガン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 行った方がいいよね。こっち方面は後からでも行けるかな。これでドムでコースにさせてって感じなの。いい、あと少しというところで。任務了解。行動を開始する。
あの砲台を壊さないと、チャチャッと。オッケー。近い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 。玉城一気に攻めをつけさせてもらう。火力あるけど、おもろい。そこは砲台優先しようよ。運兵装置役所を一気に殲滅する。余分な時間を取られた。余分な時間を取られた。自爆装置の準備はできている。っていうか、なんでそこは砲台優先しないからね。おバカちゃんやなかな。オッケー。本当に砲台無視すっかな。まあ 100% 無理ですな。時間があればですけど。自爆装置が無駄になったな。もう制圧はしてるんでね。さあどうしましょうかね。ここはシャアかな。なるほど、いい人選だ。プロガンに来てもらいましょうか。え、違う、プロガンの方がいい。強い強い強い。まずこっちでいい。ザク通海は生産施設を壊しに行くから。コーヒーがうまいと気分がいい。さあ戦争をしに行くぞ。僕に行かせてください。ね、ここはねやっぱ砲台優先のね射撃が欲しいよね。ジムカスはだからつなぎですよ、と思っております。おむつ持参でお供します。おむつ持参、なんか原作の言葉なんですかね。前も出ましたけど。さあどう攻めますかね。ここから行こうかね。行け。1号機出ます。はいはい。1300。砲台は強いよ。
援軍が今来ます。このセッティングなら勝てる。ガンダムのパイロットなんだ。すくすく早い、サクサク早いね、めっちゃ早い。生産施設の任せろって感じですね。サブにはいいけど、メインにあれやられるとちょっと困るね。僕が勝ったのか、正直アストレ5機目にならんな。サブボーナス、ボーナスマッチです。これはね、むちゃくちゃだ。こんな OS でこれだけの機体を動かそうなんて。高いんですよこれ、まあ、全部は壊せないねっていう。いきますか、これね。出撃了解しました。あ、また戻ってるし、何度俺はあれをやれば。変えとかないとね。行く。ベースがやられたわ。大丈夫じゃないわね。危ね。オルトロ、いつでも撃てるわよ。オッケー。え、突っ込みすぎ。ああ、生産施設優先とかもう出たよ。出たわ。差別攻撃です。これも硬いね。あ、しかし終わった。さようなら。でも仕方ない、分かったことですから。ちょっとね、舞台を変えよう。こいつになりすぎる。チャレンジャー。エレマスターじゃないんだ。自己走れ。これね、硬いっすな。ちょっとね、変えなきゃダメ。
毎回ハマってる。自分でハマってるからね。いやな。僕がどんな思いで戦ってきたのか、誰も気にしないくせに。誰も気にしないくせに。本当に僕にできるのか。はい、これで OK。そんな感じで、今回はこの辺で終わろうと思います。これでね、この稼いだお金でちょっとなんかしようかなって感じですね。それじゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。チェビでした。